はい、そうですね。あの、要は、自分のことを棚にあげてね、よそのことを言うっていうのは、ちょっと日本人だと良心の呵責があってね、できないんですよ。えー、えー。ところが、まあ、中国政府もそうだし、韓国政府もそうだけども、お前が言うかということをですね、何の躊躇もなく、躊躇もなく言うわけなんですね。ええー、大体ですね、従、え、軍、ー、慰安婦なんていうのは、朝日新聞が作り上げた嘘ですからね。 大体、十分慰安婦って、その戦場にね、えー、女性連れ回してね、そんな馬鹿なことしませんよ。だ、え、い、ー、大体ですね、30万人、朝鮮半島から、えー、奴隷狩りのようにして女性を連れ去ったって、それ、一人もいないんですから、そのね、名簿もないんですよ。だって、って30万人連れ去ったってことはね、じゃあ男たち何してたんですか指っこを開て見てたんですかえー いや30万人の女性にはね多分100万人以上の家族がいたはずですよ娘が無理やり連れ去られて全員抵抗もせず見てたんですかそんなバカなことありますか え全員あれはね性奴隷でも何でもないビジネスとしてね、えー、職業として募集してきた女性がねだから今だって日本だって世界だってどこだってそういう女性がいるわけですからものすごい高級取りだったわけですよ性奴隷でも何でもないだからそんなね韓国が30万人性奴隷で十分十分慰安札どうのこうのあ全部嘘,嘘嘘嘘嘘嘘ですよはいでね そんなことを言って、謝れだ賠償せよとか散々言っておきながらですよ。で、方や何やってたかって言ったら、ベトナム戦争で、まあ韓国軍兵士がね、従軍したるんですけども、ベトナムの女性をいきなりやってきた兵士に乱暴され、で、妊娠したベトナム女性がたくさんいるわけですよ。で、しかも当時のベトナムですからね、おろそうって言ったって、そう、まあ黙ってれば生まれますけども、 おろすって結構難しかったりするわけですね。そうすると生まれたわけですよね。そうするとその韓国人兵士との根血児が生まれるわけですよ。これをですね、まあ、雷大藩というふうにですね、別称で呼ばれ、まあ大変強い差別を受けてきたということで、それが大体最低5000人、多ければ3万人いるというふうに言われていて、じゃあこれ何なんだよって話ですよね。えー、性奴隷どころか、ただの性犯罪ですよ、これ。 え、<laughs> 強制連行も何も、勝手にね、勝手に攻め込んで、性犯罪で,で、それだけの話ですから、ただの犯罪ですからね。少なくとも日本の場合は、募集して、希望者集めて、ちゃんと身体検査もして、予防もして、で、ものすごい高い給料払ってたわけですから。 えー、売る人がいれば買う人がいるっていうこういうことやってたわけですからねそれとね戦争のどさくさに紛れて片っ端から女性を犯した韓国兵士のやってることはもう,もう全然次元が違うしそもそも一緒に、ねえー、論じることができないほど彼らの韓国兵のやったことはですね、えー、もう人間としてこれほど最悪なことはなかなかないと言えるほどもうもう最悪最低もう本当、もう畜生の行為をやっているわけですね。 ええ、であんたらこれやっておきながらよく日本のね、ええ、その、えー、売春制度のこととかつての売春制度のことをよくぞクソみそにないことあることないことないことないこと言いていやあんたら何やってたんだって話ですよ。え そして、あれほどね、傷ついたとか、強制連行があった中でなくたっていいから賠償せいとか散々言ってるくせにね、自分たちにやったことは政府は認めてないし、謝罪もしてないんですよね。はい。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。